野辺地祇園祭り、昭和46年の映像です。各団体の山車が行列になって野辺地町を練り歩きます。お囃子が京都の祇園囃子の流れを汲んでいるところから、半世時代に北前船で運ばれてきた上方文化の一つと考えられています。野辺地町は江戸時代からホタテ漁が盛んに行われてきた漁師町です。下北地方への交通の要として発展しました。駅周辺には新たな市街地ができました。町の中心街は、町の商店街は大勢の買い物客が訪れ、一年中ににぎわっていました。野辺地祇園祭りは野辺地八幡宮の例祭として行われています。先頭を行くのは決まって北前船の形をした浜町組の船出し宝船です。こちらは以前祭りで見ることができた松の木平組の剣舞。地元の人は軒先に花を飾って歓迎をしていました。祭りのクライマックスは、神輿を船に乗せ航海の安全と大漁祈願をする海上渡御。今も続く漁師町野辺地の誇りを感じる勇壮な風景です。野辺地祇園祭りは4年ぶりの通常開催となり、山車の合同運行も行われました。やりたいんだけど忘れてたと思います。あえて表に出さないように。一番の楽しみはですね、まあ私なりにですよ、よその町内の山車もこう並んで見れるのが一番の楽しみかな。今年は8組の団体が祭りに参加しました。祇園囃子の演奏をする子どもたちも、人前で演奏ができるこの日を待ち望んでいました。野辺地町代表をする気になってやっているので楽しかったです。見てる人とかが笑顔になって見ているときが頑張ってよかったなっていう気持ちになりました。伝統芸能をちゃんと受け継いでいけるようになりたいです。これからも祭りを愛する人たちの情熱が消えることはありません。